皆さんこんにちは。加藤夏希の YouTube チャンネル夏色。2020年7月に、35歳になりました。35歳っていうのは私にとってなんかこう分岐点のような年齢でもあって、40代が見えてくるっていうのもあって、今年の自分への誕生日プレゼントはなんかこう特別なものをしたいなと思って、自分と娘と遊べるように LOL サプライズのおもちゃを買ったんですが、なんかそういうのじゃなくて、なんかもっと自分に変化を与えたいなと思って、パソコンを新しく新調しました。 MacBook Pro に変えました。まあ、35歳になる前なんですけど、まあ、子供が2人いて、こう自分をが作ったものでこう育っていく姿を見ると、なんかこう、あ、もっとちゃんと自分自身が食事のことを考えないといけないんだなとか、生活のリズムのことを考えなきゃいけないんだなって思うようになって、ただ知識がなかったので、まずは何かこう勉強を一からスタートしようっていうので、食育アドバイザーの資格を取りまして、まあ、資格は取ったものの、まだまだ勉強中なんですけど、食育アドバイザーの資格を取ったこともきっかけに、ちょっとこう新しい試みで動画配信 YouTube をやってみようかなと思いました。ただこうカメラの前とか人前とか、正直喋るのが苦手で、こう向いてるか向いてないかって言ったら苦手分野なんですけど、やっぱりこうセリフがあってセリフを喋る方がいかに楽かで、なんかこう考えながら喋るとすごい間が空いたり、テレビだとどうしてもその時のタイミングを逃しちゃうと会話に参加できなかったり、言わなきゃいけなかったことを言えなかったりとか、ああ失敗しちゃったなっていうことが多いんですけど、まあ、YouTube っていう自分のテリトリーで全てできるので、自分の編集でうまくこう会話をテンポよくさせることもできるし、ちょっとずつ慣れてできるようになるのかな、挑戦してみようかなと思いました。まあ、動画を始めようと思ったきっかけはたくさんあるんですけど、それがいくつもあってやっぱりやってみようってことになったんですけど、一度動画を配信はしたことがあるんですよね。したことはあるんですけど、そうですね、あとはそうですね、今3人目を妊娠中で、まだ安定期に入っていないので、表上は公表はまだしていないんですけど、 YouTube が配信される時には安定期に入って公表している状態になっていると思います。 YouTube で大まかに撮りたい動画としては料理なんですけど、あと妊娠中のご飯、妊婦飯だったりとか、あとはまあ子供が今4歳1歳といるので、まあ、幼児食とかベースに作って動画を配信できればいいのかなと。何より料理が苦手で、ただ毎日やらなきゃいけないことなので、いかにその料理の時間を楽しく過ごせるか、そうですね、徐々に徐々に楽しみながらやってみたいと思います。もっと早く動画を撮って YouTube を始めたかったんですけど、
動画を撮ろうっていうタイミングで妊娠が分かってつわりがすぐ始まって、まあ今回3人目でつわりは慣れてるはずなのに結構しんどくて、起きて立ってるのも辛くて、吐いた方がきっと楽なんだろうけど吐けなくてっていうのがまあ1ヶ月ちょっとぐらい続いて、もう本当に辛くて、つわりが落ち着いたタイミングで始めようっていうので、皆さんが見るタイミングでやっぱちょっと多少タイムラグがあると思います。今断活、断捨離活動をしているんですね。今ちょっと目指せミニマリストじゃないですけど、以前ですねトランク一つのもので暮らすっていう本を読みまして、まあなかなかここまでの生活は、まあ、家族がいては難しいんですけど、まあ、自分の荷物を減らすっていうことはできるかなと。使っていないものだったりとか洋服とか今靴とかかな、やり始めていてかなり減ったんですけど、このトランク一つのもので暮らすっていう本の通りにはいかないんですけど、なるべく自分の荷物を最小限にしていきたいです。自分の中で少しずつルールも作っていけたらなと思うので、それをちょっと整理していきたいので、それもこう動画で収めていけたらなと思っています。よし、おしまい。本日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。